フランダースの犬の最終回に登場したことでも、有名なルーベンス作、キリスト降下ルーベンス作ザ・ディセント・フロム・ザ・クロス、ナジアンゾスのグレゴリオースの写本。860-890年頃。効果あるいは十字架効果とは、卓形により信頼エス・キリストを十字架から下ろす場面を描いたキリスト教美術の主題であり、1611から1614年に、 ルーベンスの描いたアントウェルペンの聖母大聖堂の祭壇画が有名。ヨハネによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書の3書に基づきイエスの死体を、有又やのヨセフがピラトに願って十字架から下ろした場面を指すが、ユダヤ教の習慣通りにイエスの体に香油を塗るために死体を横たえる場面を指すこともある。初期の受難表現では、 卓形の次はすぐ、復活であるが、880から886年の、ビザンチン写本、グレゴリウス説教集の挿絵では、ヨセフとニコデモがイエスを降ろし聖母という羽がこれを見守る場面もある。980年頃に書かれた、福音書のエグベルト写本では、聖母は不在だが、中世末には、聖母は不可欠の存在で、10世紀に描かれた、カッパドキアの解かれカリッセでは、 キリストの右手に接吻したり、1311年にドッチオの描いた祭壇がマエスタではキリストの死体を支えたりしている。1178年にアンテラミの掘ったパルマ大聖堂の浮き彫りでは人数も増えはしごもかけられた。気上に立っていた聖母が後にはそっとして、ヨハネやマグダラのマリアなどによって支えられる図像が現れるようになる。ありがとうございます。